そうですね、今回「ドリームライブ2013」ということで、テニメが今年で10周年ということで、いろんな試みもさせていただいて、初のセンターステージでの、ドリームライブということで、360度お客さんがいて、やっぱり僕も1回ドリームライブを経験させていただいたんですけど、その時は本当に正面だけだったので。大体の予想はできるんですけど、360度ってどんな風になるんだろうっていう予想はちゃんとはできなかったですし、本当に本番が始まるまで不安、楽しみももちろんあるんですけど、不安やなんか緊張だったりがすごく入り混じっていました。いざ本番を迎えてみると、やっぱり来てくださった皆さんがすごく温かく迎えてくださって、でやっぱりその稽古以上のパフォーマンスをすることが本番でできたんじゃないかなと思います。本当にすごく来てくださった皆さんにパワーをもらったなと思いますね。フライング、前回はやらなかったんですけど、やってみたいなと思っていて、初めてフライングをさせていただいて、いや、すごい楽しかったです。飛んでる時はやっぱりすごいペンライトも綺麗でしたし、皆さんのことがよく見えて、本当に楽しかったです。僕が実際一緒にゲストコーナーで出させていただいたんですけど、やっぱり僕は高橋龍樹くんですかね。僕が初めてこのテニミューっていうものを見た時の龍馬がその高橋龍樹くんだったので、なんかすごく不思議な感じもありましたけど、なんか一緒にこうして舞台に立ってやってるのが嬉しかったっていうか、すごく素敵な時間でしたね。夏の公演っていうのもあるんですけど、やっぱ嫌でも暑くなる公演なので 絶対的に、なんで、なんだろうな、やっぱり熱を持ってというか、その試合に全てをかける勢いで、みんなでしっかり頂点に立ち向かっていきたいなと思いますね。ゴールデンペアがやっと復活するっていうところも、ね、ありますし、それが7代目になって初めてのゴールデンペアとしての試合なので、そこはしっかり2人で作っていってほしいなっていうところもありますし、本当にどの試合も見どころです。そうですね、やっとアトベと試合になりますけど、どうなんですかね。長い試合になりそうですけど、チーム2勝できるようにいい試合にしていきたいと思います、2人で。その物語を舞台上でやってる時っていうのは、なんかすごくドリルを踏む前はこう、そのキャラクターを、なんだろう、いかに崩さないかっていう、もちろん自分の個性だったり自分が作るそのキャラクターをやっていくんですけど、例えば、キャラクターが7割で自分が3割っていう、例えばそういう割合でやっていたとして、ドリル合いを踏むことで、なんか一つすごい殻を破れる、やっぱり広い会場で自分を嫌でも開かないといけない。でもその時に、なんだろう、さらに自分のなんか自分にしかできないそのキャラクターっていうのが見つかった感じがしますね。やっぱり自信にもなりますし、ドリームライブ2013、無事、千秋楽を迎えることができました。応援してくださった皆さんありがとうございました。今回は10周年ということで、いろいろな試みをさせていただきまして、そして10周年ということで10回公演をさせていただきました。本当にどの回もたくさんの方が来てくださいまして、盛り上がっていただいて、僕たちもすごく楽しかったですし、こう来てくださった皆さんと素敵なライブを作り上げることができて、本当に良かったと思っています。引き続きテニミュ、声楽、そして次の公演は評定公演なので、評定、そして比嘉、また他のチームのキャストも頑張っていきますので、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。